デトロパチゲー。発掘隊。エロゲー、それは紳士のたしなみ。世界初のエロゲーは、1981年に発売された、ソフトボーンアドベンチャーであった。こちらは文字が表示されるだけの、テキストアドベンチャーだった。そしてその翌年、日本では美少女ゲームの始祖と言われる、ロリータが発売された。こちら実機で遊んだことがあるんだけど、小さい頃だったので、ただの野球拳のゲームとしか覚えていない。なんで女の子は服を脱いでいるんだろうと、疑問に思ったものだが、ファミコンでもエロゲーが出ていたと聞いて、同じようになぜという疑問が湧いたぜ。今回はファミコン最初のエロゲーを見ていこう。今回ご紹介するのはこちら。昭和通商制作の、スーパーマルオ。こちらはもちろん任天堂の認可を受けずに、発売された非公式ソフトだよ。そのため普通の店頭には置けず、ゲーム雑誌などで広告を打ち、通販を行っていたようだ。しかし即座に任天堂に目をつけられ、わずか1ヶ月で販売中止となったよ。そのため流通量が極めて少なく、2007年のオークションでは、50万円近い値段で落札されたそうだ。こちらのカセットは非公式ソフトの海賊版にあたるんだけど、高値で取引されるため、本物の非公式カセットに似せた、偽物が多く流通しているそうだ。もう何がなんだか。それでは前置きはこのくらいにして、早速ゲームを遊んでいこう。電源を入れると文字だけの、とてもシンプルなタイトル画面が映し出される。でももう音楽もないので、さっさと始めていこう。スタートを押すときに囲まれた空間に、男女と一匹の犬が映し出される。操作キャラはこの男で、使用するのは十字キーのみ。目的は至ってシンプルで、女の子を捕まえるだけ。この男がマルオで女の子がヒイチ姫。そら任天堂も激怒しますわ。犬は接触してもダメージはないけど、女の子を守ろうと妨害してくるよ。そして女の子は斜めに走って逃げるんだが、こちらは縦横しか移動することができない。当たり判定自体もちょっと怪しく、捕まえたと思ったけど、捕まえられないこともしばしば。しかし無事捕まえることができたら、女の子の服をひんむいていくぜ。すると男も女も裸になって、再び追いかけっこが始まる。そしてゲーム部分に関しては、これが全てとなっている。これ以上の追加要素はないし、あとはひたすらこの作業を繰り返すだけ。実際プレイすると楽しいとかよりも、犬が鬱陶しくてイラッとするぜ。ご褒美のエロにも期待が持てないからね。そして裸になった状態で女の子を捕まえると、ご褒美、ということになっている、一枚絵が表示されるぜ。こちらモザイク一切なしで、もろに女性器も描かれているため、我々で隠していくよ。A ボタンを押すとゲームは振り出しに戻る。いつの間にか服を着ているけど、接触すれば服を脱がすイラストが、もう一度表示されるよ。この服を脱がすパートは、何度やっても同じイラストしか表示されない。しかしご褒美 CG の方は全部で4種類用意されており、2回捕まえるごとに表示されるよ。当時の PC エロゲと比べると、何段階もレベルが下がるんだが、我慢してパソコンを買うか、エロ漫画でも買った方がよっぽどマシだな。まあ今より圧倒的にエロへの敷居が高かったから、これでも需要はあったのだろう。今は別の需要が発生しているけどな。そして志村けんの東村山音頭みたいな喘ぎ声だけど、非プレイ者や動画を見たことある人は、なぜ英語なのか疑問に思っているだろう。こちら本来はカタカナで、アーマルオ、と表示される。つまりこれは翻訳されたバージョンということになる。どういう経路をたどったのか不明らしいが、90年代の初頭には太平洋を渡り、アルゼンチンの市場に進出していたそうだ。そこでコピー品が出回るんだけど、南米で拡散するうちに、翻訳されたバージョンが誕生したのだそう。エロの力は偉大だな。そしてこのゲームにはスタックロールも、エンディングも存在しない。ひたすらゲームがループし続けるだけなので、想像に移るとしようか。
それでは操業やっていくよ。全く深みのないゲームシステムに、わずかばかりのエロ要素。当時のエロゲーと見比べても、見劣りしかしないんだけど、このわずかしかないソフトが、海を越えてまで広がったという事実に、なんとも言えないロマンを感じるよ。技術革新を起こすのは戦争とエロだなどと言われるが、ファミコンで触れるエロの世界は、世界中に新たな体験をもたらした。そして今日変態が、世界共通言語になっているのは、このような小さなムーブメントの積み重ねのおかげだろう。まあどんなに言い繕っても、ゲーム的には50円程度の価値もないので、よっぽどの物好き以外にはおすすめしないぜ。それでは今回はここまで。